よいしょー。はい、今回の動画はなんとコーラ 1.5 リットル早飲んだ方が勝ちゲーム、イエーイ。今回このコーラ 1.5 リットル買ってきました。脳シュガーっていうね。やばい、体にも健康を気をつけて、ちゃんと。さっきやりすぎてね、お互い太ってきたから。本当にそう。マジお腹やばい。どんぐらい飲めるもんなんだろう、普通。ぶっちゃけ10分はかかるやろ、ね。かかるよね。きついと、最初は勢いはね、うん、500ぐらいだったらね、うん、勢いでなんとかなるけど。うん、ってなる。じゃあコーラは好き？コーラはいつ飲んでも好き。これいつもでも好きなやつやろ。でもね、俺大好き。俺は大好きだから。毎晩炭酸飲んでるもんね。俺この企画聞いた時さ、スタートの合図考えてきたんよ。うわこれ用意どんに持ってこいや。いい、でもいい。まあ俺たちしたことなかったし、ね、確かにこれはみんな通らない意見っていうなんかがあるよね。YouTube 界隈YouTube したことありますで、ね、これしたことなかったらお前らまだ YouTube じゃん。確かに王道王道ってやつだから、とりあえずこの道は通ろうと。確かにいいこれも使いつつ競争。なるほど、まあいいでしょう。どっちにしろ俺は勝てる自信がある、これは。じゃあ早速やっていきますか。いいよ。おわし。で、今回この 1.5 リット飲むにはちょっとこれだけじゃしんどいと。いつもの保険。俺は保険。おー、どうも紹介。じゃあ静香が言っていいよ。せーの、ガー。うまそうなやつ来た。コーラといえばマック。素晴らしい。マックといえばコーラだから。コーラといえばマック。素晴らしい。マックといえばコーラだから。因果関係、因果関係。じゃあ続きまして、俺やっぱみんなコーラと言ったらこれいるよね、ポテチ。しかもプリングルス。プリングルス、いいね。まあどんなもんでいいでしょう。これはちょっとさ、昭和がさ強そう。まあまあまあ。ではあるけど。まあ、今2連敗中だからね。まあまあまあ、そうね。言うてでも、俺自信あるよ。3年前ぐらいに俺が一勝しただけで、大食いは。よし。じゃあ早速、始めたいと思います。よし、スタートは俺がするわ。したことないからちょっとワクワクするね。ちょっと開けない、一緒に。うわ、炭酸、来てるぜ、これ。ほんと大丈夫か、これ下畳だけど俺は。タオルだけ用意して。タオルだけ用意して。これは、ここにいらない。いや、わかる？そんなこぼれんと。こぼれると思うけど。いや、だからこぼし、多くこぼした方負けだから。嘘だ。緊張してきた。緊張するね。ちょっと緊張するんだけど。よーし、始まりますよ。俺落とすよ。マジ？あ、俺落としたいな。わかった。じゃあ、これさ、消えそう。一についてよーい、ドン。ちょっと今大惨事になって。やばいよ、舐めてた。舐めてた、マジで。こんな500くらいなくなると思わねえよ。これやばいよ、もう大惨事だよこれ。服とかにも入ってんのコーラ。最悪、最悪だ。またちょっと気を取り直してまたやりたいと思います。はい。ということで、もう大惨事、もう掃除しました。えぐい、マジでメントスコーラ怖え。クソ舐めてた。めっちゃ濡れてるし、あんな口で止めれるやろって思ってたけど。本当や、無理やわ。どうなるやろ、ね、コメントするのもう一回言ってみる。いや、わからんけどね。さすがにならんと俺思うんやけど。なるんかな、結構炭酸抜けてそうよね。じゃあ、再開って言ってくれるじゃん。よし。ちょっとタオルもう一個取って。タオルね。もう一枚取って。なるんかな、ならって絶対。いくよ。せーの。Break down! Can't see me!
誰のかい誰よじわーって読めよじゃあおとなしく勝負するか。もう1リットル勝負になっちゃったねまあいっかどうもちょっと楽になるんでうまい抜けてるブレイクダウン、ブレイクダウン、シャンシーブってはなるね。なるなる。あの一気にさ、こうあの口離さずにどれぐらい飲めるか。ちょっと永遠に。いいよ。せーの。これめっちゃ面白いね。受けた。めっちゃおもろい。これはみんな通るわ、王道。もうね。意味が分かった。普通にメントス面白いわ。ああ。まあでももういらねえ。なんか、コーラよく満たされた。でもさ、これゼロカロリーやん。なんでゼロカロリーなんやと思うよね。だってさ、カラメル色素か、これは。いや。スクラロース、アステルファム。それで体に悪そう。早いでもいいかも、俺もいい頃合い。なんか早食いどころじゃなかったね。なんかチーズバーガーチーズバーガー普通に食っちゃう。ちもそう俺ら言うわゆとり世代やから俺ら。あのねチーズバーガーくそ食ったのにもね懲りず、食った食ったやっぱ知ってる。あ、うまい。コーラ欲しい。コーラ飲みたくない。うん、ちょっとさ、ポテチなんかいっちゃうかな。あー、ごくも学会進むよ。炭酸抜けたらめっちゃ甘く感じる。わかる。めっちゃ変な音だった。お前キュウリ買っとるんか。お前キュウリが泣いてる。あ、でもちょっとチーズバーガーがやっぱ美味しく、コーラがあるとチーズバーガーが。あー、ブレイクダウン、ブレイクダウン、話遮るわ。なんか幸せな企画のものしかも3分の1なくなっちゃった。全然聞いてくれてもつらくなくなった。コーラにまつわるさ、俺一個話があってさ、うん、あの白いコーラってあったやん。あった。あれすごかったよね。ちょっとなんか白いやつ、白いブームあったね。ね、透明的な。あれ何なんやろと思ったもん。あれ飲んでないんだよね。えコーラ、いやもう何やろ。でもコーラの味しとったかも。味を忘れたかも。企画忘れそうやない。飲まないか。そうそう、飲まないか。忘れてた。あ、味忘れてた。この最後のメントスも食べないかんってことにしようぜ。ここの2個もメントスも。ああ、ここのね。うん、いいよ。チーズバーガーがめちゃくちゃ美味しい。あ、有利有利。俺かチーズバーガー美味しい。めっちゃ美味しいね。腹がさパンパン。ほんとそれ。結構バーって食った時と同じくらい苦しいかも。苦しい。でもさ、ちょっとゲップ出たらちょっと楽になる。やばい、マジで出る。止めらんない。止めらんないって何。なるだけね。あの、なんて、まあ、要はスカシップみたいなやつって出そうか思ってるよ。結構ちゃんと大体に出る。ちゃんと炭酸が上がってくる。パンパンね。これ炭酸潰したいの。出てこいってしてるけど出てこないの。なんかやばい。これはきついな。
つい。きついね。これやったら俺無理だった。これめっちゃきついもん。ちっちゃ正解だったわ。メントスコーラにね。掃除大変だったけど。マジ大惨事だったもんね。あ、出た出た。出た出た、ゲップで。ポテチよね。めっちゃすんなよ。やばい、飲めない。すまねえ。ちょ、コーラは好き。コーラはいつ飲んでも好き。なんか、幸せが引っかかったもんね。飲めない。でもこう、サワークリームオニオンって美味しいよね。美味しい、ね、いつから出てきたこいつ。わかんない、味のイメージはさ、よくわからんけどさ、食ったらうまいやつ。うまいよね。サワークリームオニオンって何や。え、プリングルスが発祥この味。わかんない、ポテチいっぱいあるやん。うん、あとちょっとがいけない。あ、行きたくない。あのちょっと、これラスト一口かな。いきます。はい、どうぞ入って。なんかすごい大変よ。マジで入んねん。メントスってさ、どうやって食べんの？なくなるの、これメントスってなくなるから分かんないんだけど、これ試したな。私は舐めるけど、減らんなくなるんだけど、メントスってここも飲み込んだよ、お前。気にされたな、でも。いや、メントス飲み込めんな、俺。なんかガムとか飲み込めないって言ってたよ。うん。いや、メントスはちょっとごくばできんわ、俺。お前さ、胃袋じゃないんだな。怖いよね。怖い怖い。で、まずメントス飲むのもちょっと結構すごいし。すごい。はい、ということで、ちょっと今回のこのコーラ早飲み対決は、まあ、俊介の勝ちということで。大惨事になったけど。とんでもなかったマジこれ。大変です。ちょっとこの後選択しようか。選択しよう。よし、じゃあ今回のこれ動画はこれでおしまいです。ちょうど。